台湾で、こうやってイベントをやらせていただきました。正直今日どのくらいの方がいらっしゃってくださってるのかなっていうのはちょっと不安があったんですけども、こんなに、たくさんの方が、来てくださって、そして台湾の方々がこんなにもたくさん応援してくださってるんだなっていうことをすごく幸せに思いました。台湾だけに限らず、いろんな国から、来ていただきました。なので、僕自身こうやって海外のお仕事をさせていただいているのは、今回が初めてではないですけども、まだ少ないので、そうやってまた皆さんが足を運びやすいようなところで、イベントだったりお仕事をして皆さんと近いところで会えるように僕自身も頑張りますので、皆さんもぜひまた日本にお越しの時は、舞台だったりとか僕が何か出ている映像作品でも、日本で見ていただけたら嬉しく思います。また、皆さんにあなたに、会いに行きたいと思ってますので、その時はぜひぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとう。シェシェ。